皆さんこんにちは、ムチョと申します。ノーザンファームの生産が早すぎるっていうことでね、いやセレクトセールの上場馬、いや一口の馬を見ていて改めて思ったんですけど、いやノーザンファーム生産馬のねこの誕生日っていうのがめちゃめちゃ早いんですよね。これ早い順でショートしてるんですけど、まあ全体の頭数自体も多いっちゃ多いんですけど、ノーザンファームの馬の割合がね非常に多いですよね。で2月3月4月となってきて、逆にその数っていうのがどんどん減ってきましたで、まあ、3月以降ですかね。そうなってくるともう逆に他の牧場の方が、まあ、シャダイさん、日高さんっていうのが多くなってくると。もう4月とか5月になるとね、もう一頭もいないぐらいにノーザンファームの馬はなってきてるんですよね。で、これっていうのは一口でも同様で、サンデーの募集馬見てるとね、もうすごい数1月、2月生まれになってるんですけれども、これがシャダイさんになると、1月生まれは2頭のみで、まあ半分以上がね、3月後半から4月、5月生まれっていう感じになってくるんですよね。で、その中間になるのが G1 レーシングの追い分けさんっていう感じですかね。まあどちらかというとノーザンファーム寄りで1月生まれの馬がね、まあ、10頭ぐらいおりまして、で2月、3月あたりが平均になって、で、まあ、4月、5月も、ま、そこそこいるということでね。まあ、これ、見ても明らかなんですけれども、まあ、やっぱりね、車体計算の中でも、ちょっとね、まあ、抜けたこの早生まれを意識してるっていうのは、まあ、感じるところで、その理由っていうのは何のかっていうことをね、ちょっと私なりにね、まあ、考察していこうかなと思います。まあ、一言で言っちゃえばね、戦略ですよね、これは。まあ、私の意見としては。まあ、単純に、早く生まれることで早く成長して、まあ、他の馬以上にね、その育成とか、繁殖に関わらずね、まあ、勝ちやすくなるっていうのはあるんじゃないかなって私は思いますよね。というのも、まあ、よく言われますけれども、その3歳のね、ダービーとかの時期、まあ、一番目指すと言われるレースの時期って、でまあ、決して馬のね最高の成長しきった段階っていうわけではなくて、まあ、これ JRA さんのね研究ニュースなんですけど、まあ、結構成長途上な時なわけですよね。で大体どの書籍でも、まあ、こういった研究内容であっても、まあ、4歳秋ぐらいが馬が早く走れる、まあ、ピークであると、まあ、つまりはこれをねちょっとでもまあ早く前に持ってくることができれば、まあよりクラシックで結果を出しやすくなるっていうのは、まあ簡単なことではないかなと思うわけですよね。で、こちらはね、一口馬主 DB さんの早生まれ、遅生まれが競争成績に与える内容はっていう記事なんですけど、で、ここにね、2012年3あたりまでの、まあ平均的なね、まあ生まれつきとかがわかるものがあるんですが、まあ他の牧場さんがね、こうやって3月、4月に全体的に見れば生産する馬が多い中、まあ数少ないこの1月、2月生まれをね、まあ一つの牧場さんがどんどん増やしていったら、まあそりゃ、ここの部分だけで考えるならば有利に働きますよね。まあただ一方で、まあその情報がね、まあ昔からなかったかって言われると、まあそういうことではなかったのかなっていうものもあって、まあ何より今の段階でもね、そんなにこうやってる牧場さんが多くないっていうのは、まあその1月2月生まれっていうのは、確かにその成長早くなるっていうのは、まあ物理的には間違いないんですけれども、やっぱその早く生まれたなりのデメリットっていうのはあるかなって思っておりまして、やっぱ単純に寒すぎるところはあると思うんですよね。1月2月に北海道でってなるともうめちゃめちゃ雪強いし、よりキンキンに冷えてる時期だと思うわけじゃないですか。まあそこが3月4月ぐらいになって生まれてくれば、まあ多少はね、まあ緩和されている時期ではあると。まあだからそこの部分は結構生産力というかね、まあノウハウがやっぱり希少になってくる部分かなって思っておりまして、まあそこの部分も蓄積されてだからこそノーザンファームさんは、まあ、攻めのねそういった早生まれの段階を、まあ、増やしてきているのかなということですね。まあ、つまりはそのデメリットの部分も補えることさえできれば、まあ、間違いなく早生まれで少しでも早めに成長を迎えさせるっていうのは損にはならないわけで、まあ、もちろんそんな簡単なことではないんだけれども、もう生産の段階からねまさに生産社会トップの技術を持っているのが、まあ、ノーザンファームさんであるっていうね、まあ、完全に仮説なんですけれども、まあ、私は思いましたよね。まあ、単純に考えてね、1月生まれと5月生まれ、
まあ人間だったらそんなにね、影響ない可能性もなくはないですけれども、馬の4ヶ月って言ったらね、もう何十キロと差が出てくるわけで、そこにデメリットがないとするならば、まあやっていった方が、まあお得感はありますよね。早めに種付けしたら金額が変わったりするっていうこともないんでしょうから。まあこれをね、特にノーザンファームさんが重視してるのかなって感じさせたのは、まあ個人的にはやっぱりアーモンドアイをこのエッファネイアの最初の種付け相手に去年選んだっていうことでね。まあもうこのレベルの最強牝馬、そしてもう繁殖の準備がしっかり整った段階だとするならば、まあ時期っていうのはジスタリオンの馬でもありますし、まあ、ある程度こう選べたのかなって思うわけですよね。で、そんな中、こうやってトップバッターに選んできたっていうのはね、まあもちろん話題性はあるからこそっていうのはあったんでしょうが、まあ本当に突き詰めて最強馬を作る上では、まあこのタイミングが一番理想としているからだとも、まあ受け取れなくはないかなって思ったわけですね。まあ他にもね、まあ前頭が本当に素晴らしい繁殖揃ってはいるものの、まあその中でもね、まあ特に期待されているのかもしれないなっていう繁殖がね、まあ揃っているようにも、まあ思わなくもなかったりすると、まあノームクアとかね、メイブディソールとか、シーザータイガーとかね、まああとはその主馬にとっても、まあこれは完全にオカルト論、また思って素人の意見ではあるんですけど、まあ結構ね、その年間で言っても、本案戦になるにつれて、まあ、多少の負荷というか疲労は出てくるのかなって思うわけですよね。まあ、つまりは、最初の頃の方が元気いっぱいなね、遺伝子がこう引き継がれるんじゃないかと。まあ、少なくとも、何十頭、100頭つけた後から、よりこう元気になってくる馬って、そんなにいないんじゃないかなって思うわけですよね。特にこういう200頭近く超えるような大人気商馬って、っていうのは一日に何度も何度もね、まあ、このようにつけることもあるわけで、まあ、どう考えても楽ではないだろうなって思うわけですよね。すごくこのシーズンっていうのは気象的にも荒くなるみたいですし、まあ、それもやっぱり時間が経てばよりっていうところあるんじゃないかなって思いますよね。あとはこういう勝ち馬率とかね、 AI 的なところの数値を見ても、私はやっぱりこう多少数値が少ない時の方が、まあ、結果を出しやすい傾向にはあるかなって思っていて、まあもちろんね、頭数がたくさん増えれば、まあ、偏りがなくなってくるっていうのは否めないんですけど、まあでも黒船なんかもね、後半戦になってから66頭の時には、まあ、育ちみたいな一発が出たりね、また金亀なんかも81頭の時とかなんかが、まあ、すごい率になってたりすると、まあもちろんここにはね、頭数絞った分、まあ、社代とかノーザンさんの馬が割合的に増えているっていう部分はあるものの、まあそこにはね、割とこう、それぐらいの頭数まででつけていた馬が、よりこう能力を伝われやすくなって、やっぱその100頭、150頭超えてくる後半戦になってくると、その遺伝力的にね、ちょっと負担がかかってきて、もしかしたらこう、勢いがね、まあ薄くなってきてる可能性も、まあ、あるのではないかと。はじめ濃厚、あとパッパーみたいなね。ちょっと何を言ってるのかちょっと自分でもよくわかりませんが、まあ、ワンチャンその可能性もありそうだということでね。まあですからもちろんね、死亡馬の体調その時期時期ごとにっていうのはあるんでしょうが、まあ元気な状態であるんであればね、やっぱ早い時期につけるに越したことはないんじゃないかなと、まあ思うわけですよね。まあそこをね、まあ、考えてっていうことではないんでしょうが、まあ少なくとも、そのノーザンさん的には、まあ、早生まれであるっていうことはね、損にはならないと、メリット大きいっていうふうに考えてこそのこの状況であるのかなって思いますし、まあ、何より実際ね、一番トップ走り続けてる牧場になってるのは、まあ、ここにも一因があるのかもしれないなって思いますよね。やっぱりね、JRA さんのこう、レース編成的に言っても、どんどんね、未処理戦が早くなって、新馬戦も早く終わるようになって、やっぱ晩成タイプっていうのはね、どうしてもこう避けられやすい傾向になってきてる。まあ、しかもそれで襲う生まれってなっちゃうとね、まあなかなかに大変な状況なわけですよね。その成長型はもちろんその一頭一頭商売一頭一頭に違いはあれど、とりあえず生まれを早くすることはね、まあ人の気配でできなくはないことですので、まあ本当にね、簡単なことではないんでしょうけれども、まあ全体的に見ればいい影響をもたらしているのは、まあ私的にはね、間違いないのかもしれないなと感じました。まあただ遅生まれでもね、5月生まれであってもドーデュースみたいなダービーは生まれてくるんでね、一概には言えないんですけれどもね、ただむしろね、やっぱあの条件で2歳の G1 を勝ってダービーを勝つっていうのはね、まあ結構、
構稀なパターンなんじゃないかなとは思いますよね。まあ今回改めてね、凄さを実感したところでもございましたね。皆さんはね、この早生まれ遅生まれのメリットデメリットについてどういった考えをお持ちでしょうか。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。